リンマッタル奏車場、リンマッタル奏車場はスイスにあるヨーロッパで最も大きく効率的であるとされる奏車場の一つであるアールガウ州シュプライテンバッハとチューリッヒ州ディエティコンの間のリンマッタル地域に存在している通過する貨車の量ではスイス最大である2番目はローザンヌにある奏車場はスイス連邦鉄道のインフラストラクチャー部門によって運用されており主に SBB カーゴが使用している。この操車場は片方向きから貨車を流すタイプである。リンマッタル操車場の建設、拡張は1978年に決定された。中ヒ中央駅の全駅地区での操車施設を代替し、自動連結の設備を備えた操車場として構想された。さらにこの操車場により、ビィンタートゥールとロマンスホルンの古い操車場も代替している。 リンマッタル奏車場に付属する小さな奏車場として、チューリッヒミュリゲンとロートクロイツがある。リンマッタル奏車場は最新の技術で建設されたものである。チューリッヒバーゼル、ベルン間の本線の西側にある。貨車は北西側から南東側へ向かって流される。18線の到着線、油圧式カーリターダーを備えた2つのハンプ、64線の方向別仕分け線がある。 また、貨車の移動装置が備えられていて、半ンの東側から12線の方向別仕分決線へ、貨車を移動させることができる。11線は両側から到着を受けることができる。さらに16線の出発線、8線の組み換え作業線と8本の側線がある。また、数本の気流線、機関車のメンテナンス設備、貨車の修理設備などがある。車場には、 東と西の二つの信号呼気書があり、スイスの車両データシステム CIS から受け取った情報をもとに、リンデスというシステムが着発線のコンピュータ制御を行っている。これにより、操車作業に関するデータ入力を行う必要がない。蘇生が完了した列車の留置線群には、無線制御のブレーキ装置が備えられている。ありがとうございます。